大事だ。いくつも転がってんだな。何に使うんだろう。薄気味悪いとこだぜ。ナンパ船だ。オンボロだけど、ナンパしたのはつい最近みたいだな。この船、どうした？この船に乗ってたような気がする。少しずつ記憶が戻ってきてるみたいですよ。多分、俺たちと同じ嵐で遭難したんだな。思い出してくれ。どうやってこの島に来たんだ。誰か一緒にいたんじゃないか。わかんない。ダメかよ、使えねえやつだな。いじめじゃかわいそうよ。きっと本人も苦しいはずよ。お腹すいたな。よくわからんやっちゃな。とにかく子供一人でこんな漁船を操ってたとは思えない。多分大人が一緒にいたんじゃ。おー、やがった。なんだ。いつの間にガキの数が増えやがった。なんだよ、おじさんたちは。親分、きっとタヌキが化けてるんですぜ。この島には何かいると思ってたんだ。おら、てめえは黙っとろい。確か女の子じゃなかったな。メガネもかけてなかった。デブでもねえ。悪かったな。キュウリ野郎でもねえと。今の僕のことでしょうか。てことはだ、わかった。親分、俺思い出した。こいつだ、このチビだ。てめえはつくづく間の悪いやっちゃな。さあこのガキ、手間かけさせやがって。もう逃がしゃしねえぞ。待ちやがれ。なんだかよくわかんねえけど。いってえ！大親分、何かにけつまずいちまった。いいからさっさとどけ。みんな走れ。
何だったの？あのおじさんたち。わかんねえ。でもヤバそうな雰囲気だったから。あの少年ともはぐれちゃいましたね。ああ、また食いもんが。それしかないのかよ、お前は。ともかく、めちゃめちゃ逃げたおかげで、ここがどこだか分かんなくなっちまった。あの子供のことも気になるし、ぼーっとしてても始まらねえや。行こうぜ。また石だ。いくつも転がってんだな。何に使うんだろう。ヤシの木が生えてるってことは、ここは…また石だ。いくつも転がってんだな。何に使うんだろう。あいつら。親分、奴らどこに隠れたんでしょうね。この洞窟に逃げ込んだのは確かなんだ。絶対と捕まえてやる。でも、こうだだっぴろくっちゃ。バカ野郎、日本一の盗っ人二人組が弱音吐くんじゃねえ。俺らの大先輩石川五右衛門大先生に申し訳が立たねえじゃねえか。はあ、そっちは申し訳ねえっす。いちいち気の抜ける野郎だな。そういう時大先生は陰陽道の九字の呪文を唱えたもんだ。集中力を高めるためにな。また陰陽道の話ですか。大先生だけじゃねえ。昔の大泥棒の先輩方はみんな陰陽道という精神集中法を研究してたんだ。それに泥棒家業は忍者の心に通じるとも言う。忍の一字が大切って点でな。親分、忍なら二文字じゃねえかな。つくづくアホだな。忍は忍びと書いて一文字だろうが。親分、そしたらますます変だ。しのびなら三文字に増えちまう。
遠足で漫才やってる場合か。俺らとっととガキを探すんだよ。ぬすっと家業？どう考えたって漫才師の方が似合いだよな。あとはハリセンでもありゃ最高だ。それにしても随分古風な親分さんらしいな。古いことをいろいろと知ってるみたいだ。この先に誰かいるぞ。さっきの子ですか？そうじゃないらしい。きっとあの2人組だ。あいつらに捕まらないよう、うまく逃げ回らんといけないようだぜ。